ドリーム戦5号艇の平本雅之選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さて SG 戦線開幕です。どうですか、お気持ち。ついにっていう、はい、待ってたぞと、まあ、そんな感じですね、はい、ワクワクしてます、はいはい、まあ、昨年はもう本当に勝ちにこだわっていたというお話もありました。あ、はいはい、今年はどうですか。まあ、勝ちにこだわったというよりは、はい、そうですね、その節その節でちょっとテーマを決めて、うん、はい、っていう感じだったんですけど、まあ、本当今年っていうか今節は SG、はい、今年の初戦ですし、まあ、ここからちょっと今までのリズムも悪かったんで、ここからちょっとやっていくぞっていう気持ちはいっぱいなんで、はい、ズバリ今回のテーマは、テーマはすか、ごめんなさい、まだ決まってなかったまあ、2022年一発目決めるっていうことですね。決めるでいいですかね。はい、それでいきましょう、はいはい、まあ、昨年ね、賞金ランキング2位でグランプリの出場となりましたけれども、はい、今年はもちろんトップを、うん、まあ、今年も、まあ、そこまで強くはちょっとまだ言えるような感じじゃないんで、うん、まあ、積み重ねていきたいですね、うん、はい、もうしっかりリズムを作っていきたいという思いですよね、うん、はい、ここからだと思ってます、はい、はい、そして、44号機手にしましたが、第一印象いかがでしょうか。まあ、乗った感じではちょっとターン回り系が良くないなという感じはしました。伸びは良かったんですか。伸びは普通ですね。この気配っていうのはどうですかね。なんか、よくはない気がします。今からではプロペラで、とりあえずはですね、はい、どの部分を求めていくんでしょう。まあ、外枠ですし、船の帰りとかそこら辺求めていきます。はい、まずはターン回りなんですね。そっちですね、はい、はい、5号艇で登場となります。コースの確認をさせてください。枠なりで行けたらいいと思います、はい、ではですね、はい、最後にファンの皆様に意気込みを含めてメッセージをお願いいたします。はい、やればできる、もう合言葉に頑張ります。